はい、それではシティーズスカイライン今日もやっていきたいと思います。前回ですね、ちょっとこちら町の、再開発みたいな形でやってたんですけども、若干だけ進めてます。で、それの続きをちょっとやっていきたいと思います。で、今現状この旧市街地ですね、旧市街地はそのままにしてありますので、ここはここでちょっと、もう少し生活をやってもらおうかなと。で、今結構やっぱ廃墟になってますね。これ廃墟になってますよということなので、交通網をかなり遮断してますので、それによって、廃墟化してるということだと思います。はい。じゃあ、今日はもうしばらくですね、早送りでちょっとお伝えしたいと思いますので、はい。じゃあ、ご覧ください。
はい。それではですね、ずっとですね、再開発というか、ちょっと区画をですね、綺麗に整えていってました。で、こちらの住宅地の方は、まあ、大体ですね、できつつあります。はい。幹線道路を、まずこの中央あたりにですね、産業区画まで一本ズボーッと通してます。通勤通学、まあ、通勤ですね。通勤はこの道路を使ってもらって、住宅地からですね、まあ、向かってもらうような形ですね。で、将来的には、ここに路面電車を通しそうかなと思ってます。今まだ通してないですけどね。はい。それと、幹線道路沿いっていうのはですね、やっぱり騒音問題とか、発生しやすいので、なるべく商業地域ですね。まあ、商業地域というか、この商店をずっと作ってまして、で、その内側にこういう住宅地を、作るようにしてます。なので、幹線道路から一本入ると、まあ、閑静な住宅街が、まあ、広がるような、そういう作りがいいかなと思いましたので、まあ、そのようにちょっと区画を作成しています。はい。で、まだですね、そういう娯楽施設である、公園とか、あとはそうですね、まあ学校とかもうほとんど作ってないので、次回はその辺を整備していきたいなと思ってます。で、ちょっとここの区画を整備してる途中で、ゴミの問題がすごく起こりまして、で、こちら、今ある、こちらですね。これが、ゴミ集積場っていうのを、まあ、だいぶ前に建てたんですが、これ見てください。満杯です。で、満杯になると、もうゴミ受け付けなくなるので、搬出して、空にしないといけないんですね。で、このゴミがある状態であれば、この施設をですね、撤去したり、移動したりすることができないので、以前ちょっとお話した、なんて言うんでしょう。最初に設置する位置にはちょっと注意が必要ですよっていうお話したんですが、私その案の定ですね、これどかせなくて、ちょっと今困ってます。なので、これ今搬出作業こちらの方はしてるんですけども、順次こちらの方もしていかないといけないかなと。で、これ、どこに持っていくかっていうとですね、こちらですね。焼却炉を建てました。で、焼却炉っていうのはゴミをボンボン燃やしてくれるので、こういうリサイクル、集積場から来るゴミを燃やすということですね。で、これね、もう一個利点がありまして、燃やしたこのゴミをですね、電気に変えることができるんですね。要は火力発電をするような、そういう、焼却炉になっているので、非常に、性能はいいんですけど、その、公害がかなりきついです。で、今、1台、あと2台建てましたんで、こちらですね。まあ、この2台で、フル稼働でやっていこうかなと思っております。で、もう一つね、維持費も結構高いんですよ。で、今、収入が2500ぐらいなんですけど、これ置く前は3000以上あったんで、まあ、結構お金もかかります。まあ、その代わり発電とかもしてくれるので、非常に優秀ではあるんですが、ちょっとそういう、費用的な面では、ちょっと注意が必要かなと思います。それと、あと、区画整備中で、一個、ここですね。これも失敗してる、いい事例です。ゴミ集積場ともう一つですね、墓地については、搬出しないと、移動ができないんですね。で、今回ここ住宅地を整備したいんですが、道路通せないんです。で、今、墓地の方に、そうですね、墓地があるので、それをどっかで焼却するような火葬場っていうのが必要になります。で、今、火葬場がですね、作れないんですね、まだ。ここですね。これが火葬場になるんですけども、で、これを作れば、
遺体をこう火葬できるようになるので、ここからそういう火葬場に運ぶようなことができるようになると思います。ちょっとそれはね、少し待たないといけないかなと。で、待ってここの、墓地はどっかに移転をしたいと思います。まあ、ちょっと変な形ですけどね。はい。というところですかね。で、青いマーク。まあ、こちらの方はまだ、そんなに整ってないですね。で、このね、真ん中あたりは、この高速道路をちょっと伸ばそうかなとも考えてまして、これ高速がここに止まって、この南側に行ってるんですね、ここ。で、産業区画をどこまで伸ばすかですけど、多分ね、産業区画、これずっとこちらの方、南の方まで来ると、こっち側に抜けていかないといけないんで、かなり、今ももうすでに渋滞始まってるんですよ、これ。見てください。はい。もうこれかなり渋滞してますよね。だから、ここ、出入り口をここと、もう一つこっちの方にも作ろうかなと思ってます。で、それにはやっぱり高速道路伸ばさないといけませんので、これ、まあちょっと高速道路はね、お金もっとかかるかもしれませんので、もうちょっとお金が貯まったら、ここの高速道路をずっとまっすぐ伸ばして、で、あわよくばここに、こっちの方と、つなげるような考えもありかなと。まあ土地南側が必要になるんですけども、まあちょっとそういうのも考えていこうかなと思って、ます。はい。じゃあ今日はですね、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。